はい、それでは第2回うさぎでもわかるブレンダー講座始めていきたいと思います。はい、それでは今画面がこのようになっていると思いますので、一つ何もないところでクリックしていただくと、はい、表示がこのようになります。はい、それでは前回の第1回の時に、はい、覚えていただいた操作を中心にですね、やっていきたいと思います。まずこの中心に出ている、はい、初期の立方体、これを、はい、消していただきたいと思います。 X キーを押して、はい、削除、そのまま削除をクリックしていただくと、はい、消していただくことができます。はい、それで新しい、はい、オブジェクトを出す場合は Shift A、 このようにメッシュ追加項目が出てきます。メッシュ、カーブ、サーフェス、メタボール、テキスト、はい、いろいろ出てきますが、はい、ここではまず一番上のメッシュ、そしてこの一つ右側ですね、平面立方体、一つずつ見ていこうと思います。まずは平面ですね、平面を出していただくと、このようにね、ペラペラの、まあ、平面ですねが出ると思います。はい、これをまあ動かしたり、はい、拡大縮小ですね。はい、はい、先ほどと同じように X キーで削除ですね。はい、次は Shift A から一つ下の立方体というのを出していただくと、最初のね、初期画面に出ていたものと同じ立方体が出てきます。はい、こちらの方は、英語表記だとキューブかな、キューブと、はい、いう風に出ていると思いますが、まあ、第1回の時にね、日本語表記に変えていただいた方は立方体という風に出ていると思います。はい、X キーで削除、そして Shift A、 もう一度 Shift A で、次は円ですね、円、こちらの円、これね、なんだこれという感じになると思いますけどね、こちらは、はい、使い方としましてはですね、そうですね、例えば、まあこうで、あの、伸ばしていってね、何か、はい、形を作っていくとか、はい、そう、私はそのように使ってますね。あの、丸でも四角でもないような、どんな形から作っていこうかなという、動物の体とか、はい、まあ、あまり作ることはないですけど、人の体ですねとか、まあ、顔とかも作るときも、このね、円を使うといいのかなと思いますね。はい、まあ、これは使い方はね、また実践的なものはまたね、後々説明していきますので、まあ、今の段階ではとりあえず円というとこういう形ですということですね。 X キーでじゃあ削除します。はい、Shift A から UV球、丸、はい、球体というかね、はい、これはよく使いますね、球体は。はい、はい、X キーで削除、Shift A から、次は、はい、ICO 球ですね、I 呼吸というんですかね、 ICO 球というのがあります。はい、こちら先ほどの、球体に似てるんですが、
球体、先ほどの球体もう一度出してみますと、UV 球、はい、UV 球と比べましてですね、はい、まあ、編集モードにしてもらうと分かりやすいかもしれないですけど、UV 球はね、こう、頂点、上に一つ頂点があって、そこから、はい、どんどん広がっていくという、はい、感じで、はい、UV 球、愛呼吸ですね。愛呼吸は、はい、頂点というか、一つのところから広がっていくという感じではなくて、はい、このように全部の面が、すべて同じというですかね、形が。はい。という風になっております。使い方の違いはどうでしょうかね。はい。まあ、ほぼ私は UV 球の方を使いますが、はい。場合によって、愛呼吸を使ったりするときも出てくると思います。まあ、こちらも先ほどの円と同じでね。はい。また、使うときにご説明してた方がいいので、はい。一旦消します。はい。次は円柱ですね。円柱。はい。です。はい。これはね、円柱なんで、まあ、棒ですね。棒。はい。柱とか木とかね。いろんなものを作るときに使えると思います。はい。まあ、先ほどからちょっとね、まあ、最初から言えばよかったかもしれないですけど、このオブジェクトを出したときにですね、左下のね、はい、細かいね、設定をできるところがあります。そこで頂点の数とか、いろいろね、変更することができますね。例えば、こちらの円柱の方を頂点を少なくするとして8。頂点を8にするとこの八角形になるとかね。はい。逆にこれを64とかにすると、はい、かなり円形、細かい円形になるとか。はい。そういう設定をすることができます。一旦どっかでクリックしてしまうと設定画面消えてしまうんですが、F の Q を押すともう一回出てきますね。はい。ということです。まあ、こちらの設定の方の使い方もまたね、はい、進めていくうちに、はい、説明事項が出てくると思いますので、説明するときが出てくると思いますので、はい、一旦消します。はい、次はシフト A、もう一度シフト A で、円錐、はい、円錐ですね。はい、こう三角円錐、カラーコーンみたいなね、はい、ものを出すときに、作るときに。あと、帽子とかですね。はい。こんなものが出ます。はい。それでは次は、円錐、コーラス。ドーナツですね。はい。簡単に言えばドーナツです。こちらも結構設定の方でいろいろ、こうね、変えれたり、うち、こう、太さを変えることができたり、ね、これぐらい、ドーナツだとこれぐらいかな、みたいな。あと、フラフープだとこれぐらいかな、とか。はい。そんなことができます、と。はい。それでは一旦、こちらも削除いたしまして、はい。それでは、あと、まあ、一応はね、シフト A でオブジェクト追加。まあ、いろいろあるんですけど、
主にね、これぐらいかな。使う、よく使うのはこんなものですね。あと面白い機能、オブジェクトとしましては、はい、このはい、スザンヌと呼ばれるこういうもね、お猿さんも出すことができます。これはね、最初から生えているものですね。はい、こういうものも、これはシフト A からこのね、モンキーっていうのがね、はい、ありますんで。あとこの下にあるものはね、アドオンっていうブレンダーのシステムの方を追加すると出てくるものもありますので、皆さんの同じではないと思います。このね、ランドスケープとかアーキメッシュとかは、これはね、例えば、まあ説明しますと、スザンヌ消してない、はい、こういうね、山を一発で出すことができた、山というか、これ地形ですかね、はい、地形を出しつつことができたり、あとはこれは何だったっけ、あ、ルーム、これはまあ、お家というかね、はい、こっから、これはドアで、壁とか窓とかね、出すことができますよということですが、あまり使い勝手は良くなかったですね、こちらは。あとはロックジェネレーターとか、はい、いろんな機能がありますんで、また使う、こういうことが使いたいなとか、はい、出てくると思いますので、はい、その時は、またちょっとご説明したいと思います。はい、はい、一旦これでね、オブジェクトの方の説明は終わります。はい、それでは続きまして、簡単なモデリングをやっていきたいと思います。はい、結構これはね、 YouTube とかにも、はい、作り方を出しているとことは多いと思うんですが、コーヒーカップとね、スプーンもできれば作っていきたいと思います。まあ別々に、はい、やっていきたいと思いますので、はい、まあ、YouTube とかは10分でできるコーヒーカップなんていう風にね、出していらっしゃる方もいるのでね、もしね、上達してきたらそちらの方で、はい、見ていただければ分かりやすいし、まあ、クオリティも高いものができると思いますので、はい、まずは こちらの方ではね、うさぎでもわかるブレンダー講座では、超初心者というね、ことで始めたばっかりの人、初めて1日目2日目ぐらいでもね、できるぐらいのレベルに合わせてやっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、早速じゃあこちらの画面から一つクリックをしていただき、まあ、よくね、YouTube とか見られるとわかると思うんですけど、まずこちらを全部削除しましょうってなると思いますね。はい、カメラとライトと、はい、立方体があるんで、まあこれカメラあってもいいんですけど、まあとりあえず今回のこういうね、ちょっと作ろうっていう時には関係ないんで、これを A ボタンで全部選択できます、キーボードで削除してもらう。まあ、X キーで削除でもいいんですけど、はい。それか、まあ、こうね、一気に選択していただいて、X キーの削除。はい。で、お願いします。はい。まず、じゃあ、オブジェクトの追加の方で、ご説明した通り、Shift A から、はい、メッシュ、はい、
から平面立方体円 UV 球愛呼吸愛使用球って書いてありますけど、はい、円柱ですね。上から7番目ぐらいが円柱だと思いますので、はい、円柱を選択します。はい、まあ、設定とかもこうありますが、まあ今日は、はい、そのままやっていきます。まずこちらの円柱の方から、早速じゃあタブキーというのを、編集モードというのを使っていきたいと思いますが、まあ、その前にじゃあおさらいというか復習でやってみましょうか。まず S キーを押してマウスを動かすと拡大縮小になりますね。はい。S の Z で、はい。はい。上下方向に拡大縮小。ね。まあ、円柱の場合はあんまり使わないですけど、S の Y だと Y 軸方向に拡大縮小とかね。S、X で X 軸方向に拡大縮小。はい、という感じですね。はい、それでは、こちらの方をタブキーを押して、選択した状態でタブキーを押して編集モードに切り替えてもらいます。はい、タブキーかそれか左上のこちらにね、いろいろオブジェクトモード、編集モード、はい、スカルプトモードとかいろいろあるんですが、この編集モード、はい、に切り替えてもらいます。その隣、編集モードに切り替えてもらったところの一個右側ですね。これは頂点選択モード、辺選択モード、面選択モードと3つの選択のモードがありますね。面を選択できる、辺を選択できる、頂点を選択できる。こちらキーボードの1番、2番、3番にも対応しております。1番を押すと頂点、2番を押すと辺、3番を押すと面。どういう意味かと言いますと、一旦このね、こういう状態からどっかクリックしてもらうと選択が全部外れます。で、選択するときにこれ、はい、見えますかね、点、本当に頂点というのは点を選択できるということです。はい、これが2番目の辺選択モードにすると、ね、辺を選択する、辺、はい、ですね。でも3番、はい、これはもうお分かりだと思いますが、はい、キーボードの3番かこの3番目のところを選択していただくと、面ですね、面の選択ができます。はい、このように選択をするものによって、はい、操作方法が変わってくるというか、はい、動かす位置によってね、変形がするとか、こう、例えば頂点選択で動かすと、ね、頂点だけが動く。で、面選択、辺選択にして動かすと、はい、ね、このように辺が動くと。そのままですが、面を選択して動かすと、はい、面が動く、ね、こういうことになりますので、はい、はい、それではじゃあコーヒーカップですので、こちらの面選択、キーボードの3番か、ここの編集モードにしたところの3番目のところ、一番右側と言ってもいいんでしょうかね。この四角3つ並んでるところの一番右側。押すと面選択モードになりますんで、
はい、一番上、コーヒー、円柱の一番上を選択します。はい。ここで、あれ、面選択されないとか、はい。そういう場合は、ここがオブジェクトモードになっていると、はい。これ全体が選択はできますが、面の選択はできませんので、タブキーで編集モードにしてもらうか、こちらで編集モードにしてください。はい。で、一番上を選択して、キーボードの I のキーを押します。そうすると面の差し込みといって、こう、ね、ぐーっと内側にね、こう、一つもう一つ円ができるような状況になります。で、これを確定で、左クリックを押すと位置が確定しますので、はい、こういう状態で、一度止めます。確定します。I キーです。はい。そして、次に、キーボードの E。はい。E キーを押すと、押し出しになりますので。はい。こうね、選択したところが押し出される。で、少し、まあ、これをコーヒーの水面にしたいので、少しね、こう下げて確定します。はい。どうでしょうか。できましたでしょうか。はい。こういう状態になっていれば、OK ですね、とりあえず。まあ、ここからですね、色をつけていきたいんですけど、今、ソリッドモードという、ここに、表示のモードがあるんで、丸が4つ並んでおります。ここ 3D ビューの、例えば、この一番右が、レンダープレビューと書いてあります。2番目、一つ左に行ってもらうと、マテリアルプレビュー。もう一つ左が、ソリッドモード。で、一番左側、この4つの一番左側がオブジェクトワイヤーフレームを表示と。ワイヤーフレームですね。一つずつ確認していくと、はい。ソリッドモードという、これはライティングとかが関係してくるので、ライトがないと今のところ何にも見えないですね。初期設定だとライトがあるんで、はい。ね。ライトのちょっとワット数を上げると。まあ、このようにライティングが関係してくる。はい。これがライトですけど、またそのね、ライトのことはまた説明はしますので、一旦消します。とにかく、現実に近い見え方というんでしょうかね。で、一つ左に行っていただくと、これが、マテリアルプレビュー。はい。どう違うのかというと、これは色が付けられる。はい。色がわかるというか、はい。一旦試してみましょうかね。マテリアルというものを追加すると、はい。色が割り当てられたものが、視覚的にも見えるということですね。はい。先ほどの、レンダープレビューとの違いは、はい。光とかライトとかは関係なく、まあ、色を見ることができる。はい。ちょっとわかりにくいかもしれないですけど。はい。まあ、普通はこちらの作業するときは、はい、私は、このマテリアルプレビューが多いですかね。はい、で、もう一つ左側に行っていただくと、これはソリッドモードですね。だから先ほどとの違いは色が反映されない、見えない。
だからあれ白黒で全然色つけたのについてないぞっていう場合は、ここの部分がマテリアルプレビューになっていないということですね。はい、こういう違いです。作業する場合に色がついてるとちょっと細かい部分がねやりにくい時はソリッドモードでやりますね。はい、一番こちらの4つの中の一番左が、はい、ワイヤーフレーム、まあ見てお分かりのようにワイヤーで表示される、はいですね。でもう一つ左側に四角、丸が4つ並んでいる左側に四角があると思うんですけど、これは、はい、裏面が見えるよ、見えるという透過表示モードですね。透過表示、はい、透過表示なんで向こう側が見える。これは、編集するときも手前側も選択して向こう側も選択できるとか、はい、そういうモードになっておりますね。だから手前だけ選択したいっていう場合は逆に不便な場合があります。手前だけだと向こう裏側も選択されてしまいますんで、そういう時は透過表示を切り替えて、はい、このようにしますね。透過表示っていうのはソリッドモードと見え方とは、はい、別というか、透過表示にしてこれワイヤーソリッド、これが、マテリアルプレビュー。透過と、このソリッドモードとかは見え方っていうのは少しこう意味が違うというか、使っていると、はい、感覚で分かってくると思うんですけど、はい、透過表示でも向こう側も選択できると、ソリッドモードとかマテリアルプレビューでも反対側が選択できる、はい、ですね、はい、はい、このように使いますと。はい、なんで、先ほどこれ白にして戻しておきますね。はい、白に戻しておきまして、はい、もう一度こちらを、今最初の状態だと、はい、ソリッドになってるんで一つ右側に移動してもらって、マテリアルプレビュー、この色が見える状態のところに行ってもらいます。で、最初の状態だとこのようにね、何もない状態になっている。マテリアルが割り当てられてない状態になっているんで、オブジェクトを選択していただいて、ここのね、はい、プロパティと言われる場所、いろいろ並んでおりますが、下から2番目の、この地球儀じゃないですけど、丸いマークですね。はい、マテリアルプロパティ、下から2番目の丸いところのマテリアルプロパティに行ってもらいます。そうするとこのような状態になっていると思います。はい、ここで新規、新しいマテリアルを割り当てる、新規というところを、まあ、白なんでね、最初と変わってないような見えるかもしれないですけど、これで色が割り当てられます。はい、一旦白に戻します。はい、そしてここにベースカラーとかいろいろ項目がありますけど、これいじってもらうと結構ね分かってくると思うんですけど、先ほど、色を変えたのはこのベースカラー、よく間違えやすいのはここにも同じような項目があるんで、サブサーフェスカラーっていうのがあるんで、これと間違えてあれ色変わらないぞなんてことになる、はい、変わらないんで、はい、
まあ、これは意味が、これはこれで意味があるんですけど、まあ、ここではちょっと、はい、説明はまた使うときにしたいと思います。ここで使うのはベースカラーです。じゃあ、ちょっと色、わかりやすいように色、ちょっと青っぽくしておきますね。で、ずっと、まあ、使わない項目も多いので、下に行きますと、メタリック。これはメタリックというのはね、金属っぽさを出すっていうことですね。はい、何もない状態だと、プラスチックっぽいのが、はい、メタリックという、これ値を、0から1までの、はい、強さというんですかね。1だとマックスですね。はい。まあ、ちょっとわかりにくいかと思いますんで、もう一つ説明していきますと、もうちょっと何も使わないようなところが2個ありまして、粗さ。粗さの値を変えると、メタリックの意味がわかってくるかと思います。これはピカピカ。粗さというのはね、粗さを0にするとピカピカと光ってきて、粗さを1にするとマットブラックとか言いますよね。マットな状態になります。なんで、ツヤを出したい場合は粗さを0に近づけていくといいと思います。はい。この粗さとメタリックは結構こう似たような感じがあるんで、粗さを1に近づけていけばピカピカになると。金属感が出るということですね。なんで、例えば、粗さをピカピカで0にしておいて、はい、艶を思いっきりね、最高にまで出して、このメタリックも0に金属感をなくせば、はい、このようにね、ちょっとガラスっぽいというかプラスチックっぽいというかね、はい、このような形になります。で、こちらのね、水面の方です。これ一色だとコップ全部ね、一色全然コーヒーの入ったコップじゃないよということになりますので、はい、一旦タブキーを押すか、ここの編集モードにしてもらって、はい、そして面選択モード、まあ、先ほどからこう触っていればそのまま面選択モードになっていると思いますが、キーボードの3番かこちらの四角の3番目一番右のところを押してもらうと面を選択できます。で、一番上の面を選択、はい、丸のところのね、水面の部分を選択していただいて、はい、ここのね、マテリアルプロパティの、このプラスのボタンを押してもらいます。これで新しいマテリアルが出たという意味ですね。で、この選択しているところに、その新しく出したマテリアルを割り当てたいので、ここの割り当てというところを押します。はい。今、色が少し変わったのはわかりますかね。ここのところ、水面のところを割り当て。はい。そして、はい、色を変えていきたいので、新規を押していただいて、新規を押してから割り当てでもいいんですが、はい。こちらでベースカラーの方を、まあ、例えばね、こう、まず赤と茶色っぽくして、茶色の色をぐっと暗くしていけば、コーヒーの、はい。そして、割り当てたらもうタブキーで、オブジェクトモードから、編集モードからオブジェクトモードに戻ってもらってもいいので、オブジェクトモードでちょっと編集してみましょうか。はい。そ
そうするとこう水面がココアみたいな色になりましたね、少し。はい、こうマットな感じになったんで、これを粗さ、先ほどのね粗さの部分でツヤというか水面なんで光ってるような感じにしたいので、はい、粗さをゼロにするとツヤ感が出ます。ちょっともう少し暗くするとコーヒーになるかなという感じなんですが、これも何かこうコーヒーにしては少しね、うん、中が透けて見えないというか、こういう場合は下の方に行きますと電波というところがあります。電波というところを、まあ、0から1に上げてもらうと、こうね、透明度、この電波というのは透明度が上がるという意味に捉えていただくといいと思いますが、そうするとね、こう少し、まあ、これはコーヒーの色なんで、向こう側が見えませんが、はい、ちょっとね、どうでしょうか。色を明るくすると、透明っぽさが少し出ると思います。はい。ですね。他のね、プロパティの値を設定したりしてもう少しね、透け具合を、見えるようにしたりとかもあるんですが、ここではね、一旦その説明はやめておきます。はい。第3回の方でそちらのもうちょっとね、詳しいことを説明していきたいと思いますね。はい。で、これだとね、まあコーヒーといえばコーヒーなのかなと思うんですけど、もうちょっとね、はい、コーヒーカップっぽくしたいので、シフト A からメッシュからトーラス、はい、を出します。はい、でこのトーラスにもまあ色をつけていきますか、先にね。これ新規で同じ色にしても同じような色にしてもいいんですが、こちらの新規の一つ左側の丸いところを押すと、先ほどから色をいろいろ変えたもの、作ったものが表示されるので、まあ、ここではコップの色が分かっているので、はい、ちょっと青っぽいやつですね。青にしたんで青っぽいやつ。まあ、白のままの方はちょっとどれだろうってなるかもしれないんですが、はい。そういう場合はこちら選択してもらうと、まあ、今ここにコーヒーカップとコーヒーの水面の色が2つあって、まあ、コーヒーカップの方はマテリアル001なので、はい、これはトーラスの方を選択し直して、この丸のところからマテリアル001をすると同じ色が出てきます。はい。ここからこのトーラスの方を少しね、G の X で、はい、移動します。はい。それでは、次はですね、このような状態になっているので R が回転でしたね。RX でX 軸を軸にして回転、そして RX の90にすると X 軸に対して90度回転ということなので、このように、はい、トーラスが、コーヒーカップに対してですね、この取っ手のような位置にすることができると思います。はい、
はい、その後ですね、このままですね、少し小さくしましたいので S キーでグググッとこうね、少し小さくしますね。はい、どうでしょうか。これこの中がね、少しはい、飛び出てしまってるのでね、例えば G の X でちょっと、あ、GZ か、Z 軸方向に下にして、はい。そして、もう少し S でちっちゃくしたりとか。まあ、ここら辺はね、基本操作を組み合わせて、小さくしたり、位置を変えたりして、少しね、様子を見るという感じで。操作の勉強というかね、復習にもなりますのでね。G で移動してみたり、はい。上下に移動してみたりと。で、操作の方を、例えば、さっきみたいに GZ でこんな上に上げてしまったという時はですね、はい、コントロール Z。押してもらうと、はい、元の位置に戻ります。元に戻す操作ができますので、はい。いろいろ試しながらやってみてください。で、このコーヒーカップの方もですね、色を例えば、はい、白にすればちょっとね、ガラスっぽいような、色になると思いますので、ちょっとね、このコーヒーカップの内側の枠というかね、はい、厚みがちょっと分厚すぎたかなっていうこともありますけどね、はい。そうですね。もう少しここら辺は、最初に面を差し込んだ時点でもう少し補足すればよかったのかもしれないですけど、はい。まあ、いや、このね、例えばやり方としては、この内側を全部選択、まあ、例えばですけど、どうしようかな。まずね、まあ、このこれは分かりにくい低いので表示にするとして、今このようなね、コーヒーの水面をなくすとこのような形になっておりますので、あ、はいはいはい。なんで例えばですね、ここの面をね、オルトをしながらクリックすると、ここの内側が全部選択できますので、はい、まあ、こういう操作はまた後ほどというかね、作業していくうちにレベルアップした時に説明はしますけど、はい、これで例えばこうね、ちょっとね、枠、外側の枠に向かって拡大してもらうような感じだと、ちょっとうまいこといくのかなと思いますね。はい。これは最初からこの分厚さにすれば全然問題ないので、はい。ちょっと補足としてね、後からこうやって直すこともできますよということで、はい。やってみました。それでは、次はね、もう少しお皿とかスプーンも作って、本当に、コーヒーカップみたいにしていこうかなと思います。あと、スムーズシェードとかね。はい。もう少し難しい作業も説明していこうと思いますので、はい、次回もぜひ、はい、うさぎでもわかるブレンダー講座聞いてみてください。